はっ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はトータルラッシュチーム2のティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいです。今回もハイスの選手、そして SBC 目標で来ている選手たちをティアリストにまとめてます。じゃあそれでは紹介をしていきます。こちらがトータルラッシュチーム2のティアリストになってます。まずは D です。D はですね、こちらアーノルド、そして目標で来ましたミリック、そしてエルマスかな、この3名を入れてます。まずはアーノルドですね、アルノルドとも言うみたいですかね。現状でもですね、やはり3-3の選手はね、少し厳しいという風なところとですね、ドリブルも特段ね、軽い選手ではないという風なことですね。いいところで言うと、パスが上手いかなっていう風なぐらいで、他は平均的な選手ではありますね。なんでパス面だけ見るとまだね、使えなくはないですけれども、他の選手でこと足りるという風な感じですね。でそして続いてミリックかな、 ST 選手になってますけれども、ミリックはそれこそでかい ST の選手として、空中戦がねある程度強かったりとか、あとはケテルク全然高い選手になるんですけれども、逆足も読んで、なんでそれはねすごくいいですけど、やっぱスタミナがね地獄っていう風なところですね。他のねでかい ST 選手と比べて、このスタミナがねやっぱ66っていうところが、もう個人的にはめちゃくちゃマイナスですね。もう絶対交代させないといけないっていう風な選手なんで、それがちょっと厳しいかな。能力的にはね悪くはないし、本当決定力がね高くって、パスもねちょっとさばける選手なんで、全然悪くはないんだけれども、ちょっとスタミナ面がねちょっと個人的には厳しいという風なことでここに入れてますね。でそして続いてはエルマスですかね。一番総合的には低い選手になってるんですけど、チーム2の中でいくと、能力的にもバランスはいいけど、ちょっとこう中途半端、どれも特徴がないっていう風な感じになってしまいますね。なんで例えばエボリューションとかで能力がどんどん上がっていったらいけるけれども、このカードのままだったらちょっと厳しいっていう風な選手にはなりますね。フィジカルもそこまでですし、あとは守備能力もちょっと低くって、でかといってじゃあ攻撃面で何かできるかっていうと、普通っていう風な選手で、他の選手で全然ええなっていう風な感じですね。プレイスタイル的にもなかなか厳しいし、あとはケミストリー的にもですね、国もかなり難しいんで、相手見ることもなさそうですね。でそして続いては C です。 C はですね、こちらベン・ラーマ、そしてロマンですかね、この2名になってます。まずはベン・ラーマですね。4-4 ね、素晴らしいし、ある程度ペースもね、あって、テクニカル、あとは今週なんかあるっていうのは、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。ただ、理不尽さっていうのはそこまでない選手になりますね。ドリブルは比較的ね、しやすいんですけれども、そんなに体がね、強い選手ではなかったし、あとはやっぱ冷静さ80っていうのは、厳しいところはありますね。なんで、ペースがこれでめっちゃ速かったり、95とかあったらねかなり良かったんですけれども、ちょっと中途半端感がこの人も若干あるかなっていう風な選手にはなりますね。でそして続いてはロマンですかね。シドニー・ロマンという、女子選手になりますね。サイドアタッカーとしてペース82はちょっと低いなっていう風な選手ですね。一応ラピッドでねついてるんですよ、プレイスタイルね。だけど、もうちょっと速い選手は他にも多くいるよっていう風な感じで、他はね悪くはないですね。結構パスが上手い系のサイドアタッカーで、シュートもね悪くはないという風な選手、クロスもね、プレイスタイルついてて、であとはディフェンス能力もねあるんで、これでペースがね早ければっていう風な選手でしたね。一応エアリアルついてますけど、空中戦はそこまで得意ではないという風なことになってしまいますんで、スピードをあまり求めない、ちょっとこうチャンスメーカー的なサイドの選手っていう風な役割で使ってあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。でそして続いては B です。
B はですね、こちら SBC で来ましたルター、そして排出からロドリゲス、エンドンベレ、ゲレイロで目標で、来てますかね、ジュルベという風なことになってますね。まずは SBC で来ましたルターですね、ルター。もともと55、これと金のカードかなから55なんで、それは本当に素晴らしいですね。これがかなりアドバンテージになってます。でペースもね速くって、フィジカルもね強いんですよ。相手を背負えたりとか、あとは突破していく際に簡単に、ね、横から当たられても負けない力を持ってます。でドリブルもそんなに重くはない選手で、運んでいく力もね全然あるというふうなことですね。でパスがねうまいっていうのも一ついい点かもしれないですね。ロングパスのプレイストーリーはついてないですけれども、パス能力あるし、結構ビルドアップにしっかり関わっていける、そんな選手になってますね。ただもちろん完璧ではないですね。決定力が少し低かったりとか、あとはこの人も冷静さ80は厳しいところはありますし、プレイスタイルでやっぱりこう前線の選手としてラピッド、あとはクイックステップ、コンシューとか、まあ、重要なものがねないっていうのは少しこう残念な、ところはありますね。なのでうまくね使ってあげれると活躍はね十分できるんですけれども、ちょっと B ランクというふうなことにしました。でそして続いてはロドリゲスですね。今作からセンターバックになったんですかね。前作とかはね LB の選手だったかなっていう記憶はあるんですけれども、まあ、センターバックで、登場をしましたね。基本的にビルドアップはかなり上手い選手になりますね。身長もね少し低いですし、まあ、取った後っていうのはしっかりつなげる、運べるっていう風な選手になりますね。で守備能力もね、まあ、割と高くなって出てきましたし、若干フィジカルがね、まあ、弱いかなっていう風なぐらいなんで、球際は、まあ、負けてしまってもしょうがないかなっていう風な、感じですね。ただそれ以外は、まあ、総合力っていう風なことでいくと現状ねなかなか高いんじゃないかなと思いますんで、まあ、B ランク妥当かなと思います。でそして続いてはエンドンベレですね。逆足さんはねちょっとあれですけれども、ドリブルがね結構しやすくって、軽い選手で運べたりするんで、テクニカルとかで、なんで、まあ、逆足さんで蹴らざるを得ないところも、まあ、持ち替えたりとか運んでいったりとかして、なんとか逆足で蹴らないように回避するっていうことはできるというか、しやすい選手になりますね。でシュートはねそこまでうまくはなかったりしますね。冷静度はかなり高いですけれども、利き足で打ったとしても入らなくってもしょうがないかなっていう風な選手ですね。まあ、意外とフィジカルが強かったりとか、また守備能力低いですけれども、インターセプト一応プレイヤーでついてるっていうのはありがたいし、ペースもね全然遅くはないので、まあ、なかなかいい選手として登場をしてきましたね。でそして続いてはゲレイロですね。ゲレイロね逆足は3ですけれども、かなりパスは上手いですね。なんでこの人はまあ LB っていうよりかは、もしかすると CM として使ってあげるのがいいのかもしれないですね。ただ CM のねプレイヤーロールがハーフウィンガーだけなんで、まあそこがちょっと残念な、ところではありますね。でサイドバックとして見るとやっぱりペースはね遅いというか、速くはない選手になります。というかもっと速い選手はいるっていう風な感じですね。ただビルドアップが素晴らしいんで、まあちょっと今作ねディフェンダーとかディフェンスラインからの球出しっていう風な部分でミスる方は多いと思うんですけれども、ゲレイロはそんなことないっていう風なことですかね。結構まあイメージ的には左サイドバックのアーノルドみたいな、トレント・アレクサンダー・アーノルドみたいな感じで、結構縦の難しいフラスルとかもね通せたりしますんで、パス面はなかなかいい選手で、ドリブルも全然運びやすいっていう風な感じなんで、まあフィジカルとあとスピード面がまあちょっと不満が出てくるかなっていう風な選手ではありますね。ただそれ以外はなかなかいい選手で、まあ B には入っててもおかしくないんじゃないかなと思いますね。でそして続いてはワールドツアージュルベですね。一応ねトータルラッシュのカードではないんですけれども、目標で追加をされましたんでここに入れてますね。選手のパレホと同じような立ち位置になってますね。でこの人は身長が低くって、体重もね結構軽いっていう風な選手になってますんで、フィジカルは73だけれども全然ねフィジカル負けはすると思います。だからこう頑張ってねフィジカル当てられる前にかわしきるだったりとか、ボールをはたくっていうことが大事になってくると思います。
しかしドリブルはねかなり軽いというか、ビンショセバランスもね相当能力高いんで、軽さはね期待できると思いますし、あとはねプレイスタイル結構多くのものついてるのはいいですね。一応予測とかもね意外とあったりするし、テクニカル、クロスでパス系でトリッカー、クイックステップ、いいもの持ってますんで、まあ、全然悪くはないかなと思いますね。特にスパサブとして、まあ、シュートはねそこまでかなっていう風な感じですけれども、途中から出てきてドリブルで切り裂いていってみたいな使い方は十分ねできると思いますね。4-4もねうんいいと思いますんで、まあ、目標でね時間がある方は撮ってみてもいいとは思います。でそして続いては A です。 A がですね一番多くの選手入れてるかなと思います。トータラッシュからザイール・エメリ、そしてビルツ、トモリ、サラ、ネイマール、メッシ、レバンドスキーですね。この7名になってますね。まずはザイール・エメリですね。かなりね強化をされまして、プラス8上がりぐらいかな、うんされてますね。非常にバランスがいい選手になってまして、イメージ的にはリーグワンのベリンガムといったところですかね。ペースしっかりね速いですし、ドリブルもですね十分軽い選手になってますね。あとは守備に関しても能力以上に強さをね発揮できますし、フィジカルもね、まあ、能力値以上に強さがありますね。でインターセプト、クイックステップありますし、パス面テキタカなんかもついてますね。シュート面はベリンガムほどではないですけれども、それ以外はねなかなかいい選手になってまして、まあ、あとはね個人的にはボックスとボックスとかプレイヤーロールでプラスついていればよかったなっていう風な選手ではありますね。なかなか相手にリーグアンスカットが見ないので、使われるかどうかっていうのはわからないですけれども、非常にねチーム2の中では当たり選手の一人だと思いますね。でそして続いてはビルツですね、ビルツ TOTW からですね強化をね、されまして、特にペースがねプラス3上がりぐらいかな、上がったのは非常に大きいと思いますね。特にドリブルめちゃくちゃ軽いし、パスがめちゃくちゃうまいですね。特にスルーパスに関しては本当に一級品ですね。ビルザから通ったっていう風な、パスは多いですね。ただフィジカル面に関してはまだまだ弱い選手になってますし、スピードがね上がったとはいえ爆速っていうわけではないんで、まあ、テクニカルとか使いながら相手をこういなしながらスペースが空いたらそこに運んでいくっていう使い方がいいと思いますね。またね言わずもがなシャドウストライカープラスプラスもともと持ってますので、そこのプレイヤーロールも素晴らしいなと思いますね。でそして続いてはトモリですね、トモリもね非常に強い選手ですね。特にこうエボリューションでね、強化できるんですけれども、その強化されたトモリよりかはですねパス面だったりとかドリブル面は少し劣ってしまうと思います。ただ守備能力とかフィジカル面に関してはしっかりね、強くなってますし、ペースもね87まで上がってますので、まあこのカードでねかなりこうトモリの脅威さっていうのが、まあ、多くの方に分かられるんじゃないかなと思いまして、ちょっと S に入れようかとも迷ったぐらいの選手ではありますね。だからのエボで強化されたトモリのビルドアップ能力っていうのがこのねトモリにもあったらですね、もう完璧 S やったかなっていう風な選手ですね。でそして続いてはサラーですね、サラーもねもう S 入れてもええかなと思ったんですけどね。ただやっぱりね逆足が3っていう風なところがもう苦しいというか、逆足3ではないよ本当はサラーはね、4ぐらいはあってもいいんじゃないかっていうぐらい決定力はね高いんですよ。普通に右足も決めてくれるんでね。だけどまあやっぱ他の選手と比べると4とか5とかの方が良かったりしますんで、もうそこだけサラはもう逆足3っていう風なところがマイナス点っていうだけです。もうそれ以外はもう何もない。もう本当めちゃくちゃ強い、スピードは速いしドリブルもね軽いし、特に今週もう決定力が高すぎるんですよね。金でももちろん決定力のその今週の決まりやすさっていうのはね身にしみて感じてる方は多いと思いますんで、まあこのカードも本当素晴らしいですね。でそして続いてはネイマールですね。ネイマールももう S にしようかどうかもう本当に迷ったんですけれども、そんなにね金から能力自体は上がってはないんですよね。シュートがプラス3とかされたから良かったかなっていうぐらい、まあ、あとはセッターが一応プレイスタイルで新しく追加されてますかね。でフィジカルも多分5ぐらい上がってんのかなっていうぐらい、シュートとフィジカルが
ちょっと能力高くなったよっていう風な感じですかね。あとまあレイさんもプラス2ぐらいされたか。ただまあ爆上がりっていう感じではないんで、それこそ金で十分っていう人は全然いるんじゃないかなと思いますね。ただやっぱりね、かなり強い選手になりますね。それこそダイナミックメージも含めて、カードデザインもね、自分は好きですし、かっこいいですよね、やっぱネイマ使ってて。トリッカーのプラスもね、あるし、非常にドリブルの使用感がいい選手になってますよね。キミソリ自体はね、難しいというか、サウジでね、合わせないといけないんですけれども、使う価値っていうのはある選手にはなりますね。まあ、チーム2の中でも、目玉の一人になるんじゃないかなと思いますね。で、そして続いてはメッシですね。メッシももう S に入れようかどうか迷ったというか、まあ、A ランクの中で行くとも確実に S に近い存在の選手にはなりますね。特にペースが TOTW からプラス3上がりぐらいかなはされてます。だからここがね、もうちょっと上がってほしかった。一応加速はそんな変わってへんけど、スプリントスピードが5ぐらい多分上がってんのかな、 TOTW から。なんで、まあ、強化はね、しっかりされてます、スピード面に関しては。ただまあ87ぐらいあればもう全然 S やったかなと思いますね。で、一応テクニカルのプラスももともとあるので、ほんと素晴らしくって、フィジカル自体ももちろんそこまでめっちゃ強いわけじゃないけれども、なんかぬるぬるいける力がありますし、まあ、パス、あとはドリブル、シュートに関しても言わずもがなの力をね、持ってますんで、まあ、前線の選手として突破力っていうのはテクニカルでね、あるけれども、スピードでの突破っていうのはそこまで難しいので、本当にね、今作のメッシに関してはあとペースがね、上がるだけっていう風な感じになってます。本当にアタッカーの選手として、もう味方を生かすね、部分だったりとか決めきる力だったりとか、本当素晴らしいんですけれども、突破力っていう風なところでテクニカル以外の部分が欲しいなという風なところですね。で、そして続いてはレバンドスキーですね。レバンドスキーに関してはですね、やっぱり決定力すごく高い選手ですね。 ST として決めきる力っていうのがとてつもなくある選手になってますね。あとはペースもね、結構高くなってますね。この人は相当爆上がりをしてますね。85になってるし、プラス8上がりぐらいかな、なってるかな、 TOTW から考えると。なので相当ね、スピード面に関しては速くなってます。ただやっぱりプレイスタイルプラスかな、チップシュートはいらない。レバンドスキーなら別にチップシュートいらんくてもね、ループ決めれるかと思いますんで、これ今週とかだったらめちゃくちゃ良かったなっていうのは思いますね。まあ、前線の選手 ST が基本的にでかくてもいい選手であればですね、レバンドスキーはかなり合うと思いますけれども、まあ、S に行くほどまだね、強化されてないかなと思いますね。で、そして続いては S です。 S はですね、こちらプテジャス一人を入れました。まあ、この選手に関しては本当言わずもがな、金でもね、最強になりますし、まあ、本当中盤の選手は思えないね、能力になってますね。シュートはとてつもなくうまいし、ドリブルもね、全然軽くて運んでいける力持ってるし、で、5-5だしっていう、本当にえげついなっていう風な選手ですね。で、またディフェンスに関しても、全然悪くないというか、中盤3枚のね、うちの1人だったら全然気にはならない選手にはなりますし、強さだけでいくんだったらチーム2の中では一番ね、強いんじゃないかなと思いますね。プレイヤーロールも素晴らしいですかね。こちらがトータラッシュチーム2のティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。